さあ、ついてのコーナーは妙に変だな。はい。田舎純んさん風の話し方ですけれども、全く怖くない話でございます。今年も海に行くっていっぱい読まれれば発災よね黒い髭ボキ。<laughs> <laughs> 黒い髭募金。嫌だね。わかりました。黒い髭ボキ。い, <laughs> いやー、いい風呂だった。素晴らしいおかげ最高だなー。 しかし私はうっかりしていた。バスタオルを持ってくるのを忘れてしまったんだ。しまったーピンチピチびしょびしょの、まあ、まあ、<laughs> 廊下を歩くと、廊下が濡れて嫌だな。そして、湯冷めして風邪をひいたら辛くて、い怖いな。<laughs> でも脱衣所で立ってても拉致が開かないので仕方なく部屋にバスタオルを取りに行くことにした。うん、まあ、私のミスだけどね。する、うん、<laughs> と廊下の途中、窓のところにバスタオルがかかってたんだ。うん、あれ妙に変だな。もしかしたら昼間にバスタオルを乾かしてたのかな。でもおかしいじゃない。うん、この窓は北東向きなんだ。 早朝しか日が入らないから乾かすのに選ぶべき窓ではない <laughs>。でもバスタオルは乾いているので使うことにした。うーん、肌触り悪いなぁ。吸収性もひどい。変な柄がデザインされてるけど、バスタオルとしては最悪だ。けれど、なんとか拭き終わったので、使ったバスタオルを洗濯物に出そうとした。うん するとバスタオルがカーテンレールに引っかかってるんだ。<laughs> その時は私気が付いちゃったんだ。ああ、これバスタオルじゃなくて先月買った遮光カーテンだ。<laughs> <laughs> すごいね。途中まで気づかないもん、ね、<laughs> はい。なんか変な感じだったね、今。<laughs> ラジオネーム土屋隆之。うん、これは私が観光地に旅行した時に 体験した話なんだけど、突然トイレに行きたくなったから、たまたま近くにあったトイレで台の方をすることにしたんだな。うん、すると中には観光地によくある顔をはめて記念撮影をするパネルが設置されていたんだな。うん、あれ妙に変だな。どうしてトイレの台をするところの中に顔をはめパネルが置いてあるのかな <laughs> <laughs> もしかしてこの便所は歴史的に何かの価値がある便所なのかななんて思った私は顔はめパネルに顔をはめてみることにしたんだね <laughs> すると視界はなぜか真っ暗になって私の顔が水でびしょ濡れになった。あれ妙に変だな。だっておかしいじゃない。 どうして顔はめパネルなのに水をかけてくるの <laughs> いやだなぁ、怖いなぁ、怖いな <laughs> もしかしてこの顔はめパネルは自分が好みじゃない顔の人が顔をはめた時に水をかける仕組みになってるの見えてると思ったその時、うん、私気づいちゃった。<laughs> これ顔はめパネルじゃなくて便器だった。そう <laughs> <laughs>。 でかい顔だねだ。そうだよね。真っ暗なんだね。<laughs> ラジオネームヨタガラス。うん、太大田さん、ため池、こんばんは。ため池。うん、私この間ちょっとアルバイトをしようと思って、市民プールの監視員をやることにしたんです。<laughs> でで夏場の水の事故は怖いからしっかり監視してやるぞと思って、うん、張り切ってプールの監視台に上がったんだ。 さあ、何か異常はないかなと思って、プールを見渡して、私目を疑う光景に出会わしちゃった。うん、だってプール一面にたくさんのアンジェラさんが、ぷかぷか浮かんだ。<laughs> あれー妙に変だな。なんでアンジェラさんがプールに浮かんでるんだろうな。だってそうじゃない。夏と言ったら夏メスやら何やらで、 アンジェラさんステージをこなすのに大忙しなはずじゃない。<laughs> プールでぷかぷか浮かんでる場合じゃないじゃないの。そういうことおかしいな、<laughs> 怖いな。い私暑さで頭おかしくなっちゃったのかな。<laughs> しかもよく見たら。 小さい子や女の子がアンジェラさんに乗っかったり掴んだりしてるじゃん。<laughs> 私思わずその本来の仕事を思い出しちゃいましたね。こらそこの君アンジェラさんに乗っかるのはやめない,ない <laughs> アンジェラさんが沈んで溺れちゃうでしょって言ったの。<laughs> あれ妙に変だな。 自分で言ってから気がついたんだけど、アンジェラさん沈んでないじゃない。いくら乗っかられても捕まられても、全然沈んでないじゃない。おかしいなあそういう体質の人もいるのかなこれからは特にトラブルもなく、一日が過ぎてきましてね。まあ、みんな浮き輪をつけていたから心配浮き輪心配 <laughs> <laughs> うーん <laughs> 浮き輪 <laughs> その時私気がついちゃった。 プールにぷかぷか浮かんでたのは、あれは、アンジェラさんじゃなくて浮き輪だったんだ。あの、本当にわかんないんですけど、一個じゃないですか、輪っか。二 <laughs> 個、三個って浮かんでたんでしょう、だから。いや、そうだけど。アンジェラさんが何、<laughs> 何人かこう、いるっていう感じの。ね、なんかだんだんね、その輪っか一個でもなりみたいな感じになってきたんだ、最近ね。ラジオネーム、ゴールダスト。うん。これはスイス先日、 エビスに行った時の話なんだけど、うん、友達にエビスにあるカレーの美味しい店を教えてもらったから、そこのカレーを食べに行った。うん、結構話題になってるってんで、カレーが来るのを楽しみにしてたんだけど、おかしなことが起きた。うん、僕はカレーを注文したはずなのに、ハヤシライスが僕のテーブルに来たんだ。うん、あれー、妙に変だな。だっておかしいじゃない。 カレーが美味しい店に行って、ハヤシライス頼むバカどこにいんのよ、うん、だから店員さんに、ハヤシライスじゃなくてカレーを頼んだんですけどって言ったら、うん、こちらはカレーなのですがって言ってきた。うん <laughs> だから20回ぐらい、これは林ライスですよ私が頼んだのはカレーって言ったんだけど、カレーに交換してはくれなかった。もうその店員さんじゃラーチが吐かないと思ったから、店長を呼んで事情を話したら、店長は、とりあえず食べてみていただけないでしょうかっ言ったんだ。だから、僕もカチンと来ちゃって、ああ、食べるよ このハヤシライスをと言って食べたんだ。<laughs> すると、絶妙な香りが口の中を包み、後を追うようにコクを殺さない程度の辛味が、体中を駆け巡った。<laughs> その時私気が付いた。<laughs> これカレーだ。<laughs> ただの勘違いこれは。ただの勘違いじゃねえ <laughs> なんでそんなハヤシライスだと思ったんだよ。今日こが似てるから。 見たであったけど <laughs> カレー食いに行って。なんでえー、ラジオネーム、復刻版ツバメ。大、うん、田さん、嵐を起こして、すべてを壊す人、こんばんは。うん、何ですか、それ。私ね、この前、うちにいたら、妙にお寿司が食べたくなりましてね、うん、出前を頼もうと思ったんですよ。うん。そして、お寿司屋さんに電話をかけたら、店員が出て、明るい声で、 はい、こちらはピザハットですって言うんだよ。うんうん、へえ、最近のお寿司屋さんは随分ハイカラな名前を付けて。もう気づけ、その時点で気づけ、<laughs> 電話切れ。と思って私、私お寿司を注文したんだな。<laughs> ところが、私が頼むもの、頼むもの、全部ないって言うんですよ。そりゃそうだろう、ね。あれー、料理変だな。ここの店は品揃えが悪いな。 やっていけてるのかなぁと思って。私妥協して、じゃあおすすめは何かありますかって聞いたんですよ。うん、そしたら店員が、でしたらシーフードミックスはいかがですかって言うんだな。うんうん、あれー妙に変だなだっておかしいじゃない。お寿司はもともと海産物なのに、なんでシーフードってわざわざ英語に訳したのかなおかしいな まあ、この人はルー大島をリスペクトしてるのかなと思って。<laughs> 私、それを注文したんだ。うん、そして、しばらくしたら、家にお寿司が届いたんだけど、そのお寿司がなぜか、紙の入れ物に入ってて妙にあったかいんだ。うん、あれほかほかしてるぞ。<laughs> やだな怖いな私ね、恐る恐る中を覗いてみた。 その時私気がついちゃったんですよ。うん、これ西洋風のお好み焼きだ <laughs> <laughs> 気づいてないわ。厳密に言うと気づいてないわ。<laughs> ピザハットっつってんだよ。